日もお疲れ様です。今日は令和2年の6月11日でした。曜日は水曜日かな。あ、水曜日です。まあ本当は曜日とかね、僕はどうでもいいと思ってるからあまり気にしてないんですけど、世の中がね、気にする人がいるから少しは合わせて今日は、朝4時台、4時ぐらいに起きて、そして桃畑のね消毒をして、そして支柱立てとか やったりね、で今パートさんのおばさんたちが8時から来るっていうことで、パートさんたちともねうまく仲良くやろうと思って、やってんだけど、相手は仲良くしようとしてくれない場合は意見が合わなかったりしてね、とても難しい状況になったりします。国とかもそうだけど、星々ともそうだなと思うんだけど、意見をお互いに尊重して合わせっこしないと、一方的だとダメだなって思うんですよね。僕っていろんな人たちの意見とかも尊重して取り入れながらやっていこうと思うんだけど、自分の言いたいことだけ言ってこうしなきゃダメだよとか、ああしなきゃダメだよって言ってて、それに従わない人はゴミ扱いみたいなことをする人いるけど、それだとねうまくいかないかななんてね昔から思ってました。今日はパートさんたちはね午前中だけで終わったんだけど、終わってもらったんですけど、午後からね雨降ってきたので、で僕は家のね今後の真夏に備えて家の屋根とかに遮光ネットを張ったり、子供部屋の前にね遮光ネットを張ったりね、そういう作業をして、これでビールがなくなったので第3のビールだけどまた買ったのはね、第3のビールを買って、これで早速ねもう飲んじゃって、これ今氷結をね、これは2本目かな、これは2本目の氷結で、で氷結ってあんまり飲んでると結構酔っ払っちゃうんですよね、なぜか。だからこういう安いお茶とかをね飲みながら調整しているところです。そしてね今の時代だからね男の人たちがこういうの買ってきて自分の飲みたい分は買ってきて飲んだりするんだけど、昔の日本は嫁とかがね、これいい文化なのか悪い文化なのかは分かんないですけど、嫁がね、ってこういうふうに嫁にあれって言うとお茶が出てくるんですよね。でそれで男の人も女の人が今年はとか今夜はとか言う言うとね一言で意味が分かって通じてできたんだけど、それはねある意味テレパシーの世界だったんだと思うんですよね。今はねあれをくれとか言ってもね意味が全然通じないで、逆に怒られますから、あれちょうだいなの何って言うから
熱いお茶ちょうだいとかですよ、あのなかなかしてくれませんからね、うん、だからそれだけテレパシーが通じなくなってきた世の中かなって思ってます。うん、最近なんか疲れちゃって、だいぶ酔っ払いうのが早くなっちゃってね、この後はウォッカをね少しだけ飲んでね、うん、あまり酔っ払わないようにしようかなと思ってます、うん、今日もねあのビールを、第3のビールをね、あの買うついでに豆を買ってきたんですけど、豆を食べたりしながらあらゆることを考えたり想像したりしてしばらく、うん、いようかなと、うん、もうお風呂もしたしね、うん、まああのね、人を責めたり自分を責めすぎたりすることがないように上手に渡っていけたらいいなって思いますね。それでは、うん、この後も良い状況をね、うん、作るように努力しながら頑張りましょう。以上です。お疲れ様です。